背泳ぎ背泳ぎは水泳で仰向けの姿勢で泳ぐ泳ぎ方である。背泳とも呼ばれる。水泳選手を中心にバックという略称が用いられている。背泳ぎは古くから用いられている泳法である。競泳の種目としてオリンピックでは第2回のパリ大会より採用されている。かつては背泳ぎも平泳ぎと同様の動作で水を蹴り、 同時に両手も動かして水をかいていた。後にクロールが泳がれるようになって現在の泳法として発達した。他の泳法では飛び込みによるスタートが行われるが背泳ぎでは水に入った状態でスタートする。審判長の笛の合図の後各コースに受水。専用のグリップに手をかけプールの壁に足をかける。この際指先が 水面から出ないようにしなければならなかったが、2006年の改正で壁や溝等に足の指をかけないこととなり、指先が水面から出ても良いことになった。国内ルールでは、つま先を含む足の位置は水面の上下いずれに位置しても良いが、プールの減り、タッチ板の上端、排水口より上に足の指が出てはならない。と表現されている。 出発アイズインのテイクユアマークスで体を壁に引き付け構えた後は合法まで静止しなければならない合法後水面よりやや髪型に飛び出して着水したあと15メートル以内に頭が水面上に出なければならない15メートルを超えると失格競技中はターン時を除いて常に仰向けの状態で泳ぐスタート時に 足が滑って失敗する可能性があったがバックストロークレッジと呼ばれる細長い欠場の断面の板をスタート時のみ設置してこれを防いでいる。なおターン時についてはバサロ泳法はスタート及びターンから15メートルまでと規定されている。これは規定のなかった1980年代本来の背泳ぎではない潜水泳法による距離が長い。 選手が優位に立っており、競技としての境外化が指摘されたためである。1988年ソウルオリンピックで、鈴木大地が30メートルのバサロ栄法により金メダルを獲得したことを契機に、規定が設けられ、オリンピック直後のルール改正により、バサロ栄法の距離は10メートルに制限された。1991年に15メートルに緩和され、現在に至る。 ゴール時の身は潜ってからのタッチが良しとされていたが2014年以降はゴール時に体の一部が水面上に出ていないと失格という新たな規制が加わった。なお、背泳ぎを含む種目を実施する際には両壁から5メートル地点の上空にフラッグ付きのロープがかかっている。また15メートル地点にロープが張られる。背泳ぎは速力が遅く。 進行方向の確認ができない欠点がある。しかし、本来の背泳ぎは、水中に顔を入れることなく泳ぎ続けられる長所を持っている。このため、呼吸法を習得していない初心者にも受け入れられやすい。また、遭難者救助の場合は、遭難者の状況を見つつ、自らの呼吸も常に確保できる英法である。救命胴衣を着用している場合は、 うつ伏せの泳ぎ方ができないため、必然的に背泳ぎとなる。ありがとうございます。